考えるよりまず動くみたいな感じの印象を持ってました。なんかよりこう分厚い作品になってるのかなとは思います。チャンピオンシップには行けなくて、メンバー僕含めとても悔しくて、次のチャンピオンシップは絶対に出るぞっていう気持ち、この作品を作りました。ディレクターがもともとカクさんなんですけど、そこに2人クリエイティブディレクターという形でケニーさんとシューバーさん、僕の師匠シューバーさんが入った。今期クリエイティブディレクターとしてチームに、合流しまして、チームに対して思ってた印象って、考えるよりまず動くみたいな感じの印象を持ってました。今まではやっぱ選手がずっと作っててがむしゃらに作ってたんですけど、まあ、難しいんですけど、結構 B-Boy って結構かましたいっていう気持ちが多分一番にあると思ってて、なんかそこを前面に押し出してたって感じはあるんですけど、そこにこう第三者の目線といいますか、こう新たに脳みそが入って、僕らも踊ってる側もこうちゃんと伝えたいことっていうのも明確に見えてきたり、ただ踊ってるだけじゃなくてちゃんと伝えたいことを考えながら作品を作るようになりました。なんかよりこう分厚い作品になってるのかなとは思います。歴史をパワーに変えるっていうことをとにかく意識をしています。メンバーそれぞれが今までやってきたことが実はこういう動きから来てるとか、こういう出来事から来てるっていうところを知ることによって、自信を持って発信することができるっていうふうに僕は思ってるので、それを大事にしたいな。ニューヨークブラックアウトっていうことで、ブレイキンの発祥の地であるニューヨークとニューヨークのその定年の出来事をかけてるっていうのところと、まあ、ストーリーは本当に分かりやすく、まあ、大体自体が分かりやすかったので、ストーリー分かりやすかったけど、それをしっかりダンスで表現してたし、チャンピオンシップに出場できたらいいなっていうふうに思っているので、本当にみんなで力を合わせて